ウィーバータクチャンネル忍者犬の犬丸です。現代忍者タクです。今日もね、犬丸、ハガキ笑ってるから読むね。今日も来たの？うん、あれこれ太田 P からだな。太田 P から？タクちゃん、お疲れちゃん。お疲れちゃん。太田 P です。今日もやってんじゃん。やってるよ。うん、いいよ。夜間で悪の集団に勝てるかな、うん、挑戦状なの？そうだね、そのくだりちょうだいよって言ってるね、うん、夜間か、もちろん夜間でやるじゃん。タクチャンネル。タクちゃん、夜間の使い方をゆっくり説明して。 OK、 夜間はね、熱湯入れちゃとても危険だから、うん、空にしてやってみようか。はい、じゃあ危ないから下がってな。奥さん、夜間用意してください。夜間の蓋をこういう風にして分けて使います。見ててください。ナイフがついてきた時にもまず夜間の蓋を止めます。素手よりも危険がないですね。そして夜間のここを使って必ずディザームします。そして腕を決めるようにして、あとは夜間でぶったたいてください。このようにしてみるといいと思います。タクチャンネル。夜間って便利だね。そうだな。じゃあ稲川先生バージョンもお願いします。そうだな、先生お願いします。タクチャンネル。タクちゃん、夜間もいい武器になるね。そうだね、夜間のやっぱりああいう使い方ってできるんだなって、やっぱ先生の見て改めて思うな。勉強になるね。うん、ところでタクちゃん、うん、もうだいぶ経つけど、まだ肋骨と顔面治んないの？あのね、犬丸、2日で30本撮りやってるんだ。だから俺にしてみたら時は経てないんだ。そっか、うん、次の収録から多分もう動けるから。そうだね、うん、楽しみにしておこう。みんなもうそろそろで治るからね。この全ての30日が終わったら動くから安心してくれ。高評価ボタン押してね。そしてチャンネル登録もよろしく。よろしく、よろしく、よろしく。ウィーバー。